シリルノースコート、パーキンソン・パー,ーキンソンの法則は、1958年、英国の歴史学者、政治学者、シリルノースコート、パーキンソンの著作、パーキンソンの法則、進歩の追求、及びその中で提唱された法則である。役人の数は、仕事の量とは、無関係に増え続けるというもの。具体的には、の二つからなる。パーキンソンの法則は、 英国の官僚性を幅広く観察した結果に基づくもので、例えばイギリス帝国が縮小していたにもかかわらず、植民地症の職員数は増加していたとパーキンソンは指摘している。パーキンソンによれば、このような結果は、役人はライバルではなく部下が増えることを望む役人は、相互に仕事を作り合うという二つの要因によってもたらされる。また、パーキンソンは、 官僚性内部の装飾員数は、なすべき仕事の量の増減に関係なく、毎年後から7%増加したとも指摘している。パーキンソンの法則には、コンピュータに関するバリエーションもあり、それはデータ量は与えられた記憶装置のスペースを満たすまで膨張するというもので、ある。システムに組み込まれるメモリー容量の増加は、より多くのメモリーを必要とする技術の発展を促すのである。 過去10年間の傾向として、システムのメモリー使用量は、概ね18ヶ月ごとに倍増している。幸いなことに単価あたりのメモリー量も12ヶ月ごとに倍増してきたが、この傾向には、物理的な限界があり、永遠に続くことはない。パーキンソンの法則は、より一般的に、ある資源に対する需要は、その資源が入手可能な量まで膨張するという形で述べることも、 できる。わかりやすい例を挙げれば、どんなに大きな冷蔵庫を買っても、必ず満杯になる。パーキンソンの法則で提唱された法則には、組織はどうでもいい物事に対して、不釣り合いなほど重点を置くというものもあるが、こちらは区別して、パーキンソンのボ続法則と呼ばれる。A.B. 真珠兵助、面白いほどよくわかる、最新経済の仕組み引くマクロ経済から、 ミクロ経済まで素朴な疑問を一発解消日本文芸者2008年42ページありがとうございます